解体戦。なんでこの忍びは俺を殺そうとしたの？何もしてないのに。いいないたち、この光景を忘れるのよ。誰も死にたくなんかないよね。お大事にね。ありがとうございます。あのね、あなたに弟か妹ができるの。俺、弟がいい。あら、妹だって可愛いわよ。夏には生まれるわ。男の子よ、あなたの弟。サスケだ。内葉サスケ。サスケ、何恥じぬよ、育てよ。同期の内葉、イタチくんでしょ？一緒に遊ぼう。おい、てめえシカトかよ。俺たちも手裏剣の練習しようぜ。あ、ダメ。ちょっと、あんたたちやめなさいよ。逃げるな。今夜は満月だよ、サスケ。さあ出てこい、キュービー、口寄せの術。お前なら無事でいると思っている。なんだ今のは。キュービを封印したようだ。命は生まれる、命は死ぬ。あの時はありがとう。イタチくんのおかげで助かった。妹？泣きまちゃんよね。よしよし。父さん、術を教えてよ。うちは代々の。これがうちはの基本忍術。できた。さすが俺の子だ。6歳になるからな。教えてくれるだろう。優しすぎる。ほらあそこイタチくんよ。どこどこ。歩いてる、かっこいい。甘い気なんだよ。私を見てるのよ。閉めるぞ。おう。お前ら1年だな。なんだ。
む。やめてくれ。上記の成績全科目1位か。さすが俺の子だ。その年でいい腕だな。どうした、アカデミーは退屈でサボったか。なんだその目は。分身、いや影分身の術。卒業？1年でアカデミーをか。うん、そうか。さすが俺の子だ。今後はスリーマンセルの班を作り、各班ごとに一人ずつ常任の先生がつき、ではこれから班分けを発表する。さあ、というわけで任務だ。みんな、ただの迷い猫探しではない、人形の捜索じゃ。猫具が必要になるにゃじゃね。うわこれが依頼の人形の写真ね。僕とイタチ、天馬とシンコの2班に分かれるよ。イタチ、天馬たちと合流しよう。分かりました、呼んできます。で、どげんしたと。そいつがちょっと特殊な猫らしいんだわ。治療の漢方薬にその人形のヒゲがいるらしいんだわ。知らんぷりばしとっちゃるけん、知らんとこで取ったらよかろうもん。そんなことを言ってんじゃねえ。はいはい。人形の居場所が分かりました。水月先生と合流してください。いや、振られちゃったにゃ。メス猫の尻尾追いかけてこげんとこまで気負ったっちゃね。ま、いやあ、なんだお宮に分かるのにゃ、振られたオス猫の気持ちがにゃ。そうか、お宮もモテない口にゃ。彼女の悪口言うにゃ。にゃんだ小僧ども。肉球まずはあの機動力を何とかしないと。なら、よかった、どっちも間に合って。あれのヒゲどうした。はい、風に流れて奈落に。任務ご苦労さん。てめえ、俺を助けた気になってんじゃねえぞ。そんなつもりはないです。仲間やけん助けるとは当たり前やん。この借りは必ず返すからな。仲間か。これはあの時の。仲間やけん助けるとは当たり前やん。あんなことに。死んだんだ。大切なものを失いたくないという気持ちに。悲しみを知る日が。